本日はこちらの送風機の修理をしていきます。すでに直してしまった後に動画の始めを撮っているので、ここが壊れていたというのは出せませんが、こちらの入り口が壊れていたので、その直しの動画です。よろしくお願いします。というわけで、修理内容は上の部分のこの蓋が外れてしまっていましたので、それを取り付けていく作業となります。で、こちら元は稼働する革が4箇所金属で止まっていたので、その金属を外すためにまず穴を開けていきます。で、まずこの先の細い、センターを出すドリルで穴を開けていきまして、続いて、普通の太めのドリルでそのかしめてあるところを取っていってます。これで元の留め具が外れました。今外したところに新しい革を貼って留め具をつけていきたいと思っています。こういう風につく予定です。金属につける方はまた、金属の釘というかそういうものを打ち付けて、かしめるのは非常にめんどくさいので、こちらのゴム系の接着剤でつけていきます。こういう接着剤を使ったのは、初めてだったんですけども、乾かしてからつけるというタイプだそうで。5分乾かしてから使うんですか？うん、乾かして粘着力が出たところでつける。だそうです。で、5分ぐらい経って、乾燥したので、鉛筆なんかでべちゃべちゃと押してつけていますけども、これで金属側の接着が完了しました。で、次は、この金属の蓋が稼働できるように革のもう一方を木と木で挟んでいきます。で、この割り箸みたいな棒がなんかどこからともなく現れましたけども、手抜きして下穴開けずにこうやって打ち付けてるので、後で割れて大変なことになります。で、結局ドリルを使ってで、下穴開けることになりました。こちらが修理した送風機になります。こういうふうに蓋が乗って、で、ここから空気を吸ってこっちに出すような、で、ここにモーターがこうついて、これがくるくる回るんですけども、直したところはここについてたもんですね。これがパタパタして開いたり閉まったりします。ここのここ革を張り替えました。で、なんでこれがついてるかというと、普段は、こんな風に見えてますね、閉まってます。で、空気の流れとしては普段はこっちのこれを通って、少しだけ空気がいるときはこっちから空気が入っていきます。で、大量に鍵盤を押したりして空気がいっぱい必要になったときに、これがパコッと開いてここから空気が入るようになるんです。というのも結構これ音がしますので、音の防止、音の予防、雑音予防ということで、ということで、この雑音防止の修理が終わったので、ネジを入れて元通りにします。以上です。